こんばんは、 YT ゲームへようこそ。今回は視聴者さんのリクエスト、放浪の剣聖をプレイします。今回は特殊シナリオです。普段のゲームでは放浪癖のある武将たちが君主となって覇権争いに挑戦します。それでは君主たちの紹介です。一人目は張角に太平妖術の書を与えた三国志の序盤に登場した南下老仙です。妖術、幻術を使えるので強いです。二人目は孫策を葬った宇吉です。仙人なので三大秘術を使用可能です。三人目は早々に引退勧告をした佐治です。彼はアイテムのおかげで知力が100の化け物です。もちろん幻術や妖術の使い手です。四人目は食神略の宝刀の指揮を的中させた死去商人です。もちろん幻術や妖術の使い手です。五人目は水鏡先生こと、しばきです。能力は武力以外は優秀です。ただし、幻術や妖術は使えないです。六人目は早々に乱世の加入、知性の脳神と評価した巨師匠です。彼はしばき先生同様に能力が高いですが、妖術や幻術は使えません。七人目は名医のカダです。武力以外の能力が高く、特技で治療も使えます。八人目は劉備の漢中進行やそこでの、花公園の末路を的中させた菅野です。彼も能力が武力以外が高いですが、三大秘術は使えません。以上の8人の君主でスタートします。このシナリオは普段はすぐにどこかに行ってしまう特殊武将が君主となるので、君主によっては妖術、幻術が使い放題です。ただし三大秘術を使える武将を選ぶ場合、難易度が跳ね上がります。それは三大秘術を使う武将にはステータスの中で政治が欠落しているからです。なぜ政治が欠落していると難易度が上がってしまうのかというと、このシナリオはスタート時点では君主一人です。武将を引き入れるための人事に必要なのが政治力になります。いやいや、そんな人材集めをしなくても妖術や幻術を駆使すれば簡単に倒せると考える人もいると思います。しかし、この特技は知力に依存しています。特殊武将たちでは知力の差がほとんどないため、失敗する確率が高く、有効打にはなりません。なのでこのシナリオをプレイする場合は、いち早く武将を集めた者が勝ち抜けられます。その点で政治力の低い4君主は難しくなります。このシナリオは開始数ヶ月後に在野武将がポツポツと登場します。序盤に武将が登場しやすい場所がこちら、中原と慶州北部あたりです。何の因果なのか、秘術を使える武将のところにはなかなか在野武将が登場しません。しかも政治力が低いので探索しても成果はほとんどありません。中精度の低い武将がいるので、引き抜きに向かうも失敗の連続に苦しめられ、さらにさらには待ちに待った在野が来ても、政治力のなさが災いし、機を逃す、弛緩してくるような相性が良い武将すら在野にいて東洋に向かうも失敗する可能性があります。それでも武将を集めないと、いつしか恐ろしいまでの戦力差がついてしまいます。そこで端にいる勢力は在野が多く出現する。こちらの都市まで進出する方が良いです。そこで一人でも良いので武将が配下にできれば、あとは点在する君主を楽に倒せるようになります。それでは実際のプレイをご覧ください。今回プレイする君主は死去商人です。強大な勢力がないので気は楽です。それではダイジェストです。まずは東に向かって移動します。陳留まで到着し、在野を待っていると南下老仙が洛陽に攻めてきました。部隊が一人なので兵糧庫から動けず、動いたところで兵糧庫を奪う。防衛成功、敗北者は消えるしか道はない。南下老仙に続き、カダも攻めてきました。カダも一人なので動けず、城を取るタイミングで兵糧庫を奪う。防衛成功、カダも開始早々に退場していただく。現在死去商人一人なので反乱は止められず、ようやく在野武将がやってきました。運よく花崗豚が配下になる。菅野は配下が一人います。しかも聴覚です。巨師匠も配下が一人います。宇吉はまだ一人で過ごしています。佐治のいる益州はまだ当分武将が出てきません。さらに在野武将が来るが、先ほどのように登用はできず、曹操の登用が成功すれば我が軍は他を出し抜けるが失敗。喉から手が出るほど欲しい人材が弛緩してくる。三度目の正直は果たして、最高峰の参謀が配下になる。花崗豚、曹操にアイテムを渡す。紙に施しを行う。序南にいる巨師匠もそこそこの勢力になっています。我らが死去商人軍も同等の兵数です。186年3月、序南に攻め込む。陥落、配下武将の2人は東洋に応じる。巨師匠はここでこの世を去る。
まだ都市に武将がいないため反乱が相次ぐ。人材が次々と集まる。またしても都市で反乱が発生する。武将がいない都市を減らすため人材集めに奔走する。紙に施しを行う。在野に人材が次々と登場し、参謀の力で順調に登用する。紙に施しを行う。曹操の能力は非常に高く、芝木軍にいた武将を引き抜く。芝木軍と隣接し、187年2月、城陽に攻め込む。陥落。平原は東洋に応じる。陰木は東洋に応じないので処断。芝木を処断し、配下もいないので壊滅する。残る三勢力の状況は、甘露が張角を従えて平原にこもっています。実は玄白虎を従えて後にこもっています。佐治はまだ配下はおらず一人でいます。開始数年ではまだ足踏み状態が続いています。187年4月、成都に攻め込む。陥落。捕らえた佐治を処断する。成都にいた在野武将を我が軍に引き入れる。紙に施しを行う。支配都市が増えたので人材を集める。参謀が次々と武将を招く。在野武将の登用が終わると、次は敵勢力の武将を引き抜く。要の参謀だった張角を引き抜かれた甘露軍。我らは妖術、現実集団とかす。張角の登用に続き、東方が欲しかったが登用できず、188年5月、平原に攻め込む。陥落。関陽と張良は東洋に応じる。関陽をこの戦いで葬る。最後に残る浮津はすでに相手ではありません。配下武将にいる元兄弟では力不足です。最後の戦いです。188年8月、後に攻め込む。陥落。兄は処断し、弟は東洋に応じる。最後の特殊武将をこの戦いで葬る。空白都市は残っていますが、すべての敵を倒した死去商人軍です。配下武将と都市数がほぼ同じです。あとは残る都市に移動すれば終わりですね。それではまとめです。今回の放浪の牽制のトータルプレイ時間は50分足らずであそこまでできました。最初の武将を登用するまでが非常に苦しい展開が続きます。ところが武将が一人でも加わると一気に国力アップにつながるので、スピード攻略も可能になります。ただし、いつまでも君主一人だといずれ大軍で他の勢力が攻め込んできます。妖術、現術は確かに強いのですが、必要体力が60なので連発はできず、複数の部隊に囲まれたら武力の低い特殊武将はあっという間に負けます。妖術、現術が最強だと思っていましたが、今回のプレイであくまでも特技程度のレベルと考えさせられました。そしてもう一つの注意点です。妖術、現術が使えない特殊武将も戦国を覚えているので多用してきます。その中で大怪我をすると体力が大幅に減り、さらに体力の回復量も減ってしまうので、現術や妖術が実質的に使用不可になります。しかも戦争が終わっても回復するまでは行動不能になります。今回は速攻で攻略しましたが、時間をかければ各勢力が大兵団を構築し、大戦争を楽しむなどの遊び方もあります。ぜひ、皆さんの思い描いた遊び方をしてみてください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。